いい時間だった。メンバー、うん、結構メンバー8人ぐらい8人ぐらいメンバーを見てました。私もう1曲目で泣いてて1曲目からもう泣きました。なんかもうね無理だった、もう耐えれなかったなんだろうね そう、なんかいろいろ込み上げてきました。そう、気持ちがこもってるよね。気持ちがこもってる歌っていいよね。そう、タオルで拭きました。でしたタオルあってよかったです。なんとかなかったらもう大変だったよ。大丈夫、人知れず泣いたから高いって止まらなかったけど、人知られてない。やばいよね。こんな感じで大丈夫なのかな私。いや、多分スイッチが入ったら大丈夫。スイッチが入ったら大丈夫。そう、オフモードで見たから。
高尾さんが当てました。何だろう、な、何やってたの。思い出がよぎりました。思い出がよぎりましたね。だってみちゅさんと過ごしたのは4年間4年間でも私が STU 入る前のみちさんの活動をずっと追ってたわけでもないから、そのずっと見てたファンの方に比べたら全然違うかもしれないけど、すごいなと思いました。やっぱり その時の気持ちを最近できない、いいけど言語化できないな。今日なんか気圧ですごいなんか気圧がにやられてますね。あと何だ、冷静にやっぱり気圧で頭痛くなるんだなって思った。冷静に思った。やっぱ気圧が原因なんだって。しかもなんかね、お腹空いてるのか空いてないのかわからないんですよ。いや今日一日、今日レッスンが、まあ、長めにあったんですけど、レッスン始まる前にキュウリとささみのバンバンジーみたいなのを食べてレッスンしたんですよ。でレッスン終わってお腹空いたら食べるかって思ったけど、お腹空かなくて、どうしようって思いながら、でも今日ビューティフルムーン
見る予定があったから見るまでになんかずっとこんなかすくんかなと思ってたら、なんか急にお腹空いたような気がしてきて、カップラーメン食べたんです。でこれで多分大丈夫だってなって、でビューティフルムーン終わってからもう急にね、なんかお腹がよじれるぐらいにお腹空いてきて、でもお腹空いてるのか、なんかただあのお腹をが弱くなってるのかわかんないんだけど、そういう感覚ない、よじれてる、よじれてるんかもしれん。なんだろう。なんか食べたっけな。私心当たりあるのは、で昨日はお話し会のお弁当だったから。だから今日としたらやっぱボンボンジーがダメだったのか。わかんない、お腹空いてるのかよじれてるのかわからずにご飯食べてる。痛くはないけど、ずっとなんか不快感ずっと不快感があるんだけど、だからその不快感がなんかお腹空いてる、めっちゃお腹空いてる時の感覚に近い。胃酸がおかしくなったのかな。アレトンかもしれん。ストレスかな。今日の胃薬飲んだ方がいいか。いやでもね、キリキリ、いやどうだろう、どうでしょうか。お腹よじれてる、ずっとなんか確かに荒波って感じがする。でもさっき鍋食べたんよ。分からずに、お腹空いてるか分からずに鍋食べて、だからお腹ぐるぐるしてる。食べん方が良かったかな。え、でもね大丈夫かな、私の胃。しんどくはないか。
どっちかって言ったらしんどいかもしれん。ずっとこのゆじれ具合、だからビューティフルムーンも見ながらずっとちょっと不快感もあったんだよね。食べ過ぎなのかな。確かにね、だって夕方にカップラーメン食べて、さっき鍋食べたから食べ過ぎなのか。おかしいよね。胃がおかしくなったら食べれるんや、新発見。なんでカップラーメン食べたかも分からん。え、でもね、カップラーメンと言ってもあれです、シーフードヌードルですよ。大盛りじゃなくて、大盛りじゃない、もう普通のサイズの。あ、面白いですね皆さん。胃がおかしくなったら食べれるんやな、食欲関係なく。寝れるかな、多分寝れると思う、眠いの。なんかそう、確かにお好み焼きを、お好み焼きを夜に食べたら胃が活発になって寝れんくなるよね。あ、そう、持たれてる、そう、持たれとるんよ。それだ、持たれてる。その表現かも。夜のお好み焼きすごいよね。眠れなくなるから。俺は胃がもたれてる感覚がわからない。わからない。やっぱそうなのかな、空腹なのか持たれてるのかわかんないよね。でもなんか今鍋食べたからぐるぐる言いそう。他に体調、眠いですね。
シンプルに。なんか今日顔がちょっとあれかも。ありがとうございます。ちょっとこんな感じだけど英語しよう。9日連続なんて信じられない。絶対やめちゃダメだよ。このレベルで一番難しい問題に挑戦しようって。え？はい、動物園に行きましょう。イエース、yes. Let's go, go. To the zoo. The museum is near the mall. 自分の店主に笑っちゃった。今の誰？今の誰？今なんか自分？あ、ニューね。え？え、ニアやった。ニューじゃなかった。ニアやった。博物館、ミュージアム。 The mall is near the zoo. なんて？ The mall is near the zoo. ニア。Is this the bus to the zoo? いや、眠い。Yes, this is the bus to the zoo. 動物園までのバスは、お、あ、バスですか？え？これはがなかった。ニューヨークまでの電車は早いです。トレイン、トゥー、ザ
New York is fast. え、違う。座がなかった。Is that the bus to the mall?それはモールまでのバスですか。Excuse me, where is the new bus station? Excuse me. Excuse me, where is the new bus station? Where is the new bus station? This is the bus to my hotel. This is the bus to my hotel.これは私のホテルまでのバスです。これはスーパーまでのバスですか? Is this to theBus. Bus. Is this the bus to the supermarket? これはニューヨークまでの電車ですか? Is this.The train to New York. わかった。ニューヨークとかそういうのはザがいらん。The museum is near the mall. ニアでしょ。Is this the bus to the zoo? これは動物園までのバスですか?ニューヨークまでの電車は早いです。The train into New York is fast. やった!軌道修正の天才だって。軌道修正の天才。やったー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 。10日連続記録達成。レジェンドになれるかな?やだ。あ、なんか、なんやろ。なんかわからんけど、スーパーモードみたいなのに、3日分無料でプレゼントするねって、スタートしか押せん。
なんかスーパーになったぞ。大きいしか押せんないけど。広告なし。すごっ。横からどうなるんだろうね。あ、ユニット総まとめ次。いやでもなんかできる気がしないよ。あ、AI のしてない。結局配信でせんかったらせんくなる。配信でせんかったらせんくなる人。なんか今日メイクしてないみたい。今日は結構メイクした。今日はそうだよ、ワンちゃんいる。くまやん、くまやん。くまやんライブ。くまやんライブ。面白すぎるんだけど、くまやん。またしなきゃ。またくまやんライブしなきゃね。
くまやんはすごいから。すごいか、おいで。おいで。ライトなんか食べた？なんか食べた？食べたな。答えなさい。なんか食べたでしょ。答えなさい。イエスかノーかで答えなさい。なんか食べたでしょ。なんか食べたでしょ。イエスかノーか。どっち？え？何？え？そうなの。そうなんや。分かったよ。くまやんです。テレクマやん。ちょっとちょいですクマやん。ちょいですクマやん。
好きな曲は？好きな色は？好きなアイドルは？昨日のご飯は？か、分かったよ分かったよいろいろあったんだねだき枕っていいらしいよ。落ち着くらしいよ。違いますか。はい、おやすみ。バイバイ。
コッペさん、マサタロウさん、ノオノワさん、ミツルンさん、フジポンさん、神戸のマーチさん、犬ちゃん、プチコさん、マニアさん、H2O さん、ホタテ様、キチネさん、リョウさん、台湾のコウさん、佐藤健さん、滝川さん、キリーさん、ムーさん、ブッチさん、マイセンタン、オーサムさん、コロスケさん、ナリーさん、大西くん、ケイちゃんなんさん、ヒデさん、セイヤンさん、シュカーポットさん、トシキさん、ベックスさん、ニンニンさん、ナオさん、ミッドナイトシュガーさん、ケイさん、ありがとう。いやでもなんかだいぶでも良くなった気がする。落ち着いてきた気がする。私の胃酸。そう。イエーイ。土日までにはコンディションを良くしないと。直接会うから。そう、幕張が最後。
早い早い。寝ましょうね。こんなに眠い、こんなに眠いの珍しくない？そうよ。珍しくない。朝から眠かったよ。バイバイ。バイバイ。